めっちゃ見たことあるやん。絶対みんなも見たことあるやん。どうしよう、雑談しよう。何だっけかな。見たことある。あの、兜をかぶってたら卵投げれんところで兜一回置いて取るとこやん。絶対違和感あってみんな知ってるやん。わかってるもん。そうやね、春めいてきましたね。まあ、昨日、京都暖かくなりまして、あの、桜も満開なわけなんですけれどもね。まあ、東京の方も満開みたいな感じがしまして、長持ちね、今回の桜って結構長持ちね、雨でそう消えるかなと言われてたところもあったかもしれませんが、雨で逆に長持ちになったっていうパターンじゃないでしょうかね。で、だから長めにいつもよりも春を楽しめるって考えると、今回の雨も、あの、敵ではなかった味方だった、むしろ僕たちの味方だったんじゃないかなと、そう考える、あの、この頃なんですけれどもね。そうですね。今週のやっぱり大きな、あの、あれ？俺、兜脱いでるやん。あ！あれ？どこ行った？あれ？あれ？倒せんやん。あれ？あ、じゃあ、びっくりした。あっちやん。俺、あれでハート取ったら、もうこうバグっていうか、詰まるんかと思ったやん。詰むんかと思ったやん。一人で何言ってるやん、俺。でね、まあ原稿も変わりまして、新しく、その原稿にもね、やっぱり、新しい春の香りがみたいな、全然ちゃうけど。なんやろ、霊月が清らかなみたいな、そういうことで、あの春の匂いがするところにちょうど春に言語が変わるというところも重なって、あの非常にこう日本人の心、皆さん国民が一人一人がね、まあ、同じ気持ちになれるっていう、そのすご素晴らしい国だなとやっぱり日本は思うわけなんですけれどもね。そんなところでですね、平成ももう終わりにかかりまして、その今まで平成というふうにちやほやされてきたわけですけどね、あのその平成と昭和も同じになるんでしょうかね。前の世代と前の前の世代もそれは一緒やんということで、でもまあ15年間は平成、あの令和の人も物心もつきませんので、まだ平成がちやほやされるんでしょうか。そういうふうに日々ちょっといろいろ考えている春でございます。じゃあありがとうございました。